戦隊の反応がない。まさか5人ともだ。やられたというのか。願いを叶えるのはこのフリーザ様だ。だから勝手に成功なんかではない。なぜ突然夜に。何かが近づいてくる。凄まじい戦闘力、フリーザだ。どうしたんだ。これは夜になっている。一体この星に夜はないはずだ。なぜ空がこんなに暗く。まさか昭和のクソガキども、俺を出し抜きやがったな。ムサー、
敵の加工生物どもめ。何だあの光の柱は。シェリハンもあそこか。まさかドラゴンボールで狙いを。なぜ竜が消えて空がまた明るくなったんだ。なぜドラゴンボールがあんな石に。最長老様が、最長老様が亡くなられたのです。ドラゴンボールを作られた最長老様に とうとう寿命が。なんだと。クソガキ。俺のこの俺様の不老不死はどうするんだ。それは貴様ら、貴様らがこの俺を出し抜きさえしなければこんなことにはならなかったんだ。うるさんぞこのバカ者どもが。フリーザー。やってくれましたね皆さん。よく私の不老不死への夢を見事に打ち砕いてくれましたね。本当にね、このおバカさんたちは覚悟はできてるんでしょうね。それにしてもあと一息のところでドラゴンボールが石になってしまうとは。ベジータさんには残念でしたが、私にはもっとでしょうか。初めてですよ、この私をここまでコケにしたおバカさんたちは。まさかこんな結果になろうとは思いませんでした。許さん。じわじわと殴り殺しにしてくれる。一人たりとも逃がさんぞ。覚悟しろ。今の俺がそう簡単にやられると思ったら大間違いだぞ。私の恐ろしさを忘れてしまったようだな。思い出させてやるぞ。なんて気だ。勝てるわけないぜ。当たり前だ。たった3匹のアリが恐竜に勝てると思ったか。勝てる、勝てるぞ。この俺は貴様の恐れていたスーパーサイヤ人になりつつある。何に触る野郎だ。どうしました。無駄だ。ここだ。なるほど。ベジータがここに来て限界を超えたような強さを身につけている。変身しろフリーザ。今すぐ変身して正体を見せたらどうだ。いいだろう、そこまで死にたいのなら見せてやる。
よーく見ておきなさい。滅多に見られるものではありませんよ。まさかこんなことが。気をつけろよ。こうなってしまったら前ほど優しくない。力が有り余ってるんだ。ちょっとやりすぎてしまうかもしれん。ちなみに戦闘力は100万以上が確実だ。いくら貴様でもそこまで。ふん、嘘だと思うなら見せてやろう。そうはさせるか。避けられるものなら避けてみろ。なんだと。さて、ドイツから地獄を見せてやる。決めた。恐怖におののくがいい。すげえ。今のはほんの挨拶前。どうもパワーがありすぎて自分はうまくコントロールできなかったようだ。クリリンさん、あいつより自分の身の心配をしたらどうだ。情けないつ。待たせたな。さて、宇宙のゴミを片付けてやるか。相当自信があるようだ。だがすぐにその自信も崩れ、俺に命乞いをするようになる。小酒。無理だ。俺がいくら海王祭のところで修行してきたと言っても、ゴミじゃない次元そのものが違うんだ。力がわからないようにしてじゃない。この際には少し誤算があるんだ。やるな。魔漢光殺法。そう慌てるなよ。